にちは。こんにちは。今回はなんと、はい、100時間カレーさんとのコラボです。おー、知ってるか100時間カレーさん、はい、見たことある人、はい、はいはい、はい、フードコートにありますね、はい、佐賀だと夢タウンの、ね、はい、でちなみに100時間カレーさんは全国 あのフードコートの出店ナンバーワンってことで、ちょっとね興味あってさっき調べたら、はいはい、いろんなところイオンとかそういうところに全国入ってる100時間カレーさんです、はいはい、ちなみに名前の由来が100時間かけて作ったカレーを出すってことで、すごいなんかねコクがあるというか、はいはい、俺らが無水カレーを作るやん、はい、あんな感じで具材をずっと炒めて炒めてトロットロの無水カレー風になって、俺らそれをそのままかけるけど、なんか牛を煮込んだスープを混ぜて、またそこから煮込んだりちょっと冷温でこう保存して熟成させるといいますか、そんな感じで作られたすごいコクのあるカレーなんです。そこと今回コラボさせてもらうことになって、内容はあの唐揚げ監修です。はい、でいろんなトッピングできたりするんだけど、はい、そんないろんなか、いろんなのがある中で唐揚げカレーのこの、あ、なるほど、トッピングとして唐揚げを置く、この唐揚げを監修させてもらいます。はい、はい、まあ唐揚げといえば俺ら、そうですね、我々も出店してたこともあるほどの唐揚げ通なので、うるさいからね、うるさいですよ。だからまあでも向こうがいろんな味付け、まあいろいろ話もしたけど、はい、あの例えば醤油味がどうだろうとか、うん、なんとか風の唐揚げっていうのは向こうが準備してくれて、その中から我々が選ぶという形ですね。はい、で今回コラボってことで、はい、キャンペーンもあって、はい、まあ先に言っちゃうけどアクリルスタンドがあったり、後で詳しく説明します。アクリルスタンドだったり、はい、コースターはい、とか釣り丘で、はい、はいはい、まあ、それかわいいやつね。おいおい、どういう感じか、おいおい発表しましょう。はい、じゃあ行ってみますか、とりあえず、はい、そうですね、100時間カレーさん、はい、はい、行ってみよう。はい、到着しました。はい、はい、とりあえず、はい、カレー食わん、そうですね、一旦カレーを味わって、はい、そこからトッピングの選択を、はいはいはい、なのでちょっと頼みに行きましょう。はい、はい、100時間カレーさん、もうなんかすでにワクワクしてきたんだけど、はい、まあ、とりあえず注文しましょうか、はい、カレー、いろいろある。はい、先生、こんにちは。こんにちは。ちょっとこれ、はい、俺も決めれる自信がないんですけど、やば、これちょっと待ってくれ。あ、そうですね、確かに浦井さん、俺 ね、なんかね、黒っぽいカレー大好きなんだ。あとね、このね、ちとも、そうですね、どっちもちょっと欲張り。ちなみにおすすめありますか？何が好きですか？男性のお客様であれば、はい、このトロトロ卵のおかつカレー、これはボリュームがあって、まあ、女性にも人気なんですけれども、結構これはしっかりとボリュームもあり、これがおすすめですね。はい、じゃあ俺これで。ありがとうございます。これのスパイシーでお願いします。スパイシーの方ですね。はい、ね、ありがとうございます。スパイシーかオリジナルか選べる。はい、はい、どうする？まあ、僕は常に一択なんですよ。まあそうね、いつものもう変わらずバターチキンやね。もうそんな間違いないもんね。バターチキンカレー、はい、はい、ありがとうございます。はい、で、児玉さんは、で、おすすめはこちらなんですよね。おすすめがこれ、はい、あ、じゃあ僕こちらです。俺ね、これもめっちゃ、これもめっちゃわかる、わかる、はい、これさ、オクラとかめっちゃうまそうだよ。ほんと児玉さん野菜好きです。のオリジナルビーフでお願いします。オリジナルで、はい、野菜オリジナルです。この3種類カレーですね、カレーも、うん、カレー自体がね、オリジナルビーフカレーとスパイシーとまたを選べる。はい、で、それをが来た時にトッピング選びをするってことですね。はい、そうですね、まあ、あとはこちらでも最初はトッピングも頼んでいただけるんですけど、あ、じゃあ、はい、あの、これでもよかったですね。確かに、確かに、来たよ、絶対来たよ、あれは。お願いします。お待たせしました、こちらがオムチーズカレーのスパイシーの、はい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 、ほら、めっちゃうまそうじゃない、ほらね、ほろ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 、めっちゃうまそう。そしてではこちらがバターチキンカレーです。ありがとうございます。むねおくん好きやもんね。もう大好きよ。これめっちゃうまそうじゃない？めっちゃうまそう。お、こだまさん大好きだ。お待たせしました。ではこちらが半日分の野菜カレーです。ありがとうございます。綺麗ね、野菜、めちゃめちゃ綺麗。なんか俺やっぱこれが好きだな、このこの入れ物、生クリームがかかってるこの、でね、俺結構黒っぽいカレーが好きでね、はいはい、なんだろうね、多分
色が変わったから味が変わるのかわからんけど俺結構黒っぽいカレーめっちゃ好きだ。じゃあとりあえずいただきますか。はい、はい、ちょっと宗男くんのから食ってよ。え、これこのまんまかけていいのか。かけちゃっていいんじゃないですか。うん、お好みね。よね、これなんか宗男くんがバターカレー食ってるのよう見るけんなんかちょっと面白い。この色のカレーやもんね、いつもね、いつもの感じです。みんなでシェアもせん、これ。そうです ね、せっかくやけ、ね、はい、美味しそう。あ、結構具だくさんね。具だくさん、本当に。早速いただいていいですか。うん、いただきます。うまい、うまい、いただきまーす言うて、ちょっともらっていい、うん、めちゃめちゃ甘い。お子さんとか好きそうな、うまい、ちょっと高いかな。うん、ね、なんかね、名前の由来が100時間かけて作ってるらしくて、まずはひたすら炒めただけ、うんうんうん、俺らが無水カレー作る時と同じような感じの作業をまずやって、うん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 、で俺らそれをかけてるやん、無水カレーのあの塊を、うんうん、これに牛で煮込んだスープ、だしを混ぜて煮込んで、それをゆっくり冷やしてコクを出すとか、まあとにかくめっちゃこだわっているカレーです。100時間の味がしますから。本格欧風カレーらしいですね。で、これがオリジナルのビーフです。で、俺がスパイシービーフ。はい、うわ、うまっす。美味しそうね。ちょっとあの市場でありますが、写真を撮らせてもらいます。めっちゃうまそう。これ、これ好きやな、こういうカレー。はい、はい、見た目も美しい。あ、いいですか、先にどうぞ。あ、すいませんね。もちろんもらうからどうぞ。うん、うまい。100時間の味します。はい、どれどれ、どれどれ、失礼して。失礼して、はい、どうぞ。うん、俺のことを知ってる人が作った一番好き。これね、すごいね。カレー史上一番好き。これ、うん、めちゃくちゃうまい。やっぱ手間がかかってる分はあるね、本当に。じゃあ私の、これは誰にもあげません。はい、見てこのチーズ、ほらほら、ちょっと時間経っちゃったけん、とろーり具合が。ちょっとチーズと卵とこんな感じでいただきますか。もうチーズとろーり。うまい、やら。そうそうそう、めっちゃうまい。ちょっとスパイシーやけど、ちょっと挑戦しよう。あ、これスパイシーなんだ。はい、自分でスパイシーと言っときながら、なんか単純に辛さが増すというよりもスパイスの深みが増えるっていう感じの。ああ、なるほどね。すごい、うん、ね、単純に辛くなったってわけじゃないよね、うん、なんかこうスパイスの深みが出たって感じで、ただただ辛くなっただけじゃないぞこれ。俺今度から絶対スパイシーにしよう。普段ちょっといつもはオリジナルだったけど、このスパイシー加減いいね。うん、でしかも通販でもあるんやろ。はい、なんかネットで買えるってね。はい、この100時間カレーさんはですね、あの、はい、商業施設内のあのフードコートですね。フードコートでの出店数が全国1位だそうです。すごいね。じゃあ全国にあるんだ。そうですね、はい、皆さんフードコートの商業施設のフードコートに行かれたらあると思いますので、ぜひ。え、じゃあさ、そしたら今回一緒にこうさせていただくじゃん、唐揚げ、うん、もう全国に出る。そういうことです。なんかね、体が温まるスパイス。だから普通さ、ただ辛かったらさ、カレーって言って汗だくになるやん、うん、でもなんか芯からポカポカ系のスパイス、すごい。ポカポカカレーと名付けよう。名前変わっちゃってる。いや、これね、いつもバターチキンカレー食べるから、うん、初めて食べたの。あ、こっちを。美味しいね。美味しい。うまかったっすか。うまい。うまかった。こっからトッピングを選ぶ。そうです。唐揚げ、どの唐揚げにするかを選ぶので、
カレーのルーと唐揚げが来て、はい、食べ比べるっていう作業があるんで、はい、じゃあ、店員さんに持ってきてもらうので、はい、決めましょう。はい、はい、はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ございます。こちらが一種類目ですね、はい。こちらが醤油ベースの唐揚げでございます。うん、はい、醤油ベース。一般的なんですね。はい、でこちらがですね、竜田揚げですね。めっちゃいい匂いする。これも好きだな。めっちゃいい匂いしてる。あ、本当だ。ほんのりレモンの。俺これこれ。竜田揚げ。俺これで。食べる前から。こちらがですね、パリパリに。仕上げたこれもいいなぁ。とても美味しいです。これもいいですね。これ決めれるかな。こちらがですね、はい、塩味をベースにした竜田揚げになります。それもいいなぁ。なるほど。これもいいなぁ。こちらが生姜と醤油をベースにした唐揚げですね。それもいいなぁ。今これはちょっとふんわり系というかですね、うん、しっとり系。衣は俺こういうのが好きだな。ではこちらが定番のオリジナルの部分になります。はい、こちらが中辛具のスパイシーの部分ですね。はい、こちらから試食をしていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあちょっとまず1個。そうですね。わあ、柔らかく、ジューシーよ、ジューシーよ。あ、なんだジューシーなの。今刺した時びっくりした。めちゃくちゃスーッて入った。これ絶対ジューシーよ。いただきます。お、ほんとだ。うん、うん、うまい。これね、これね、これでめちゃくちゃうまいんだけど。上手ですね、ほんと唐揚げの。いや、上手ね。うまっ。なんかね、うまいというよりね、揚げ方上手すぎる。めちゃくちゃジューシー。これ映して、あれかな、めっめっちゃジューシーやったよ。めちゃくちゃこれね、唐揚げ屋さんやったらいいレベルでうまいんだけどね。これが売ってある唐揚げ屋さんでいけるやんぐらいうまい。ね、成り立つっすよね、唐揚げ屋さん。確かに。うますぎ。で、もしもカレーがトッピングされ、カレーにトッピングされた状態だったら、こんな感じ。ほんと、こんな唐揚げ屋さんあってもいいレベルでもう、もうなんか、ね、完成されてるんだけど。うまくね。もうなんかカップに唐揚げ入ってこのカレーかかったやつが欲しい。そうなんか、うん、こんなカップに唐揚げ1つって言ったら唐揚げが 3,4 個入ってこのカレーピュってかけてはいどうぞでいいもんね。うん、これ完成やもん、食として。じゃあ次こっち、これ塩味だったっけかな、これなんだっけ、竜田揚げ。竜田揚げ、ちょっと唐揚げのみで。うん、竜田揚げうまい。うまい。でも何にしろジューシーやね。うん、カレー竜田揚げ。うん、まあやっぱうまい。あれだね、若干食感が変わってくるね。うん、これね、スパイシーをちょっと今んとこせーの言ってみる。せーの。ね、これちょっとやばかったね。うん、これもうまいけど、この感動が強すぎて。じゃあニンニク醤油の竜田揚げ。はい。ニンニク醤油の竜田。うん。味はこっちの方が好きだな。ただカレーと一緒になった時にどうなるか。カレーに合う感はすごい。好みではあると思うけど。さあ今のところせーのできますか。はい、せーの。これちょっとうますぎた、ね、これね、おかしかった、ね、これおかしいぐらいおかしかった。じゃあ次、はい、こちら次はこれ、はい、衣がザクザクした感じの、はい、やつですね。味付けはこれなんだったっけ。もうただノーマル塩コショウのザクザク系です。はい、もうこれもスッて入る ね、 いいですね。もう、うん、うまい。ここザクザクなのが柔らかジューシー、ジューシー、
食べ応えは一番あるかな。あとはカレーに合うか。うんうん、うまい。あのザクザク系もいいね、うん、トッピングとして考えたらいいね。あの衣がゴツゴツしてるから絡みやすいですよ、ね、カレーが一番こう、うん、絡むで、中ジューシー、うん、じゃあ今んところどれか、うん、せーの言っとく。せーの、うん、あーこっちか、こっちか、これうまく。でも単品で食べるならこうかもしれない。カレーと絡ませるんだったら俺それ言われたらそう、 そうじゃん。でもそれは正論じゃん。つけたらさ、もうカレーやん。俺昔の彼女に言われたことあるよ。正論言う人嫌いって。正論じゃんそれ。それが分かりました。分かる。確かにって思って。トッピングというかね。確かにね、単品だったら俺こっちが好きだけど、ね、確かにトッピングって言われたら確かにね。ずるくね。じゃあ最後、いやめっちゃ合う。これはなんだっけ、生姜とニンニク。いやもうこのさ、刺した時点でさ、唐揚げ作るの上手すぎ。本当になんかね、スッて入る。これはしっとり系ですね、見た目。あ、本当だね。でもなんかこれにニンニク、はい、うん、じゃあ俺、あ、俺そのまま行くの忘れてた。まあいいや。あ、うん、やっぱり。これもうまいな。これもうまいな。どうやってこんな中ジューシーになるんだろうね。見たら分かると思う、伝わると思うけど、めちゃくちゃジューシー。お肉に秘密があるのか、揚げ方に秘密があるのか、あの完全にあの料理が上手なのか。いやこれさ、普通に唐揚げとして今まで食った中で上位というか、俺ね、人生で食ってきた唐揚げで一番うまかったかもしれん、マジで。ただ今回トッピングやけどね。カレーについてくるというかね、乗せてやるってことですよね。カレーに乗せてやる、うん、なんかイメージ的になんかカツカレーに近い感じの食べ応えで、あ、確かに、なんで正論に言うと。でも確かにな、ね、はい、確かにな。でしかもカツより唐揚げが好きって人は、うん、あのカツカレーのザクザク感っぽい感じで、はい、うん、そうだ、確かにな。じゃあ俺これトッピングでこれが出てきて、はい、単品でこれ作ってほしい。これマジでお願いします。単品でこれ作ってください、はい、薬事館カレーさん。じゃあせーので、これもう多数決で決まったらもう確定にしましょう。そうですね、いくよ、はい、せーの。我慢した、はい、確かにね、カレーに合うって言われたら絶対これで、我慢したけどうまかった、はい、うまかった。でもマジ合うかどうか、カレーと一緒に食ったら確かにあのザクザク感はちょっとまた食いたくなるレベルの食べ応えもあって、揚げるのがお上手なんですよね。そうもうとんかつカツカレーをまだ食べたことないんですけど、うん、カツカレーも楽しみになるんです ね。こんだけジューシーに揚げれるってことは、多分カツカレーもジューシーだよ。絶対美味しいですよ。いや、うまかった。全部うまかったけど、これやね。そうですね、これ次みんなちゃんと、ね、じゃあ俺取っておいたザクザクでも食おうかしら。、うん、確かに合うのはこれだな。うんうん、間違いないです、うん、じゃあ塩コショウのザクザク衣に僕ら決定しました、はいはい、おめでとうございます。違うな。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと家に帰っていろいろこのキャンペーンを詳しく説明したから、はいはい、とりあえず戻りますか。いやマジで美味しかったから来てください、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しい、うん、帰ってきました。はい、はい、ってことでさっき俺らが選んだあのカレー、はい、トッピングの唐揚げね、はい、ザクザクのあれ美味しかったね。ザクザク美味しかった。そう、あれが期間限定で発売されます、はいはい、店舗に行くとうちとのコラボのあのザクザク唐揚げがのトッピングされたカレーが食べれますが、はい、それを注文していただくと
コースターがついてくるんですが、ちょっと現物は間に合ってないので、はい、映像にはなりますが、これめっちゃ可愛くない？めちゃくちゃ可愛いですね。これはあの俺もいっぱい相談してもうちょっとこうもうちょっとこうって言いつつ作ったけど、はい、めっちゃ可愛かった。なのでそのコースターね、うん、が来てやってちょっと杉岡ファンにはたまらないんじゃない、ね、こういうのを自分で言うのは恥ずかしいから、はい、まあファンからしたらたまらないんじゃないかなと思います、はいはい、そのコースターランダムで来るんで、うん、はい、マリモ、マル、ミーのどれかが来る、はい、集合のやつもなかったかな、まあ、何種類かマリモバージョンだったり、はい、何種類かあるのがランダムでついてくるから、はいはい、ぜひコンプリートしてください、はいはい、そしてはい、はい、ですね、100時間カレーさんですね、はい、オンライン販売もされておりまして、はい、そちらでも今回コラボさせていただくことになりました、はい、でオンライン販売では飲むスパイスにレトルトカレー2食がついた定期便のコラボセットでございます、はい、これが定期便のセットだね、はい、でこれを定期購入するとおまけがついてくるってことですね、はい、初回に限り、はい、アクリルスタンドがついてきますので、はい、オンラインでもコラボしていると、はいはい、飲むスパイスとは飲むスパイスとはですね、はい、そちらのヨレさんが持っている方ですね、はい、カレー食べるとさっきヨレさんが言ったように汗が出ますよね。いやマジね、はい、俺人生で初めての経験だった、うん、あの辛いカレー食って、はいはい、辛い辛いって言って汗出てきたことあるけど、はいはいはい、なんかスパイスカレーって頼んだや、うん、スパイスカレーって頼んだけど、はいはい、なんかめっちゃ辛いわけじゃなくて、辛いわけじゃなかったですね、なんかスパイシー、なんて言うんだろうな、はい、なんか深いなんていうのが難しいね。なんかね、そうそう、なんかこう辛くなったってわけじゃないけど、うん、よりスパイシーになってなんか深みが出た感じの味で、だから辛くないからバクバクいけたわけ。俺も辛いのそんな得意じゃないけど、うん、ガンガン食ったら、うんうん、なんか辛いだけのものを食った時ってここら辺から汗がダーってくるやん、うんうん、でもね、なんかね、体の芯からポカポカなった気がして、俺ね、初めての体験だった、はい、で、それ、まあ、そういうことなんですよね、はい、飲むスパイス、その成分を生かした温活サプリを開発されたらしくてですね、ウコンが主成分らしいです、うん、ということは、まあ、我々のようにお酒飲むとかにもいいし、はい、方にも、はいはい、あとは、まあ、冷え性とかの方にもですね、なんかここちょっと俺、開けてみたいな、これなんか水とかと一緒に、はい、あ、そういうことか、ちょっと水用意してくるわ。ちょっと、はい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 、開けてみるよ、はいはい、めっちゃ気になる。いや本当ね、初体験だったの、ポカポカしたの、はい、意外に甘い香りがしますね。こんな感じです。あ、やっぱり黄色ですね。あ、やっぱり黄色ですね。ウコンも主成分としてますので、ちょっと一個飲んでいい？せっかくだし、はい、あ、スパイシー。あ、そうですね、すごいすごい、あ、スパイシー。なるほどなるほど。でもこういうのって普通こう味わわないでゴクっていくやつなんだろうけど、はい、全然スパイシーで味わえるやこれ。僕なんてお酒飲むし冷え性だし、あ、寒がりだからめちゃくちゃいいんじゃないですか。俺も寒がりだからさ、うん、しかもですね、その定期便ですと、はい、あの定価で購入するよりもお安く買えるそうですので、じゃあそっちがいいやん、はい、絶対。いやでもお店でも結構もうすでにリーズナブルで、そうそう、安かったよね。思った思った思った、ね、それよりも安く買えますし、購入回数の縛りとか違約金とかはないらしいのでですね、親切、お気軽に。じゃあ今回は、はい、すげえ豪華なコラボをさせていただいて、はい、ぜひ店舗に行ってコースターとか、ね、うん、美味しかったよ。ネットでも、でも、わ、美味しいと思ったら、あのネットで定期購入とかしてね、はい、うん、俺ね、これがね、やっぱ気になる、飲むスパイスとかね、うんうんうん、これがセットで定期便ですね、はいはい、めちゃくちゃ美味しかったですもんね、うん、美味しかった美味しかった美味しかった。これを一瞬で食っちゃった、はい、じゃあ、はい、詳しくは概要欄にて、はい、100時間カレーさんありがとうございました。ありがとうございました。見てる方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。